東京都市大学工学部エネルギー科学科の岩村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、バイオマス資源を活用した新規有機無機ハイブリッド材料の創生と題して、ご説明申し上げたいと思います。近年ですね、持続的に再生可能な資源としてバイオマスが大変注目されております。でこのバイオマスの定義を調べてまいりますと、こちらのですね、バイオマス活用推進基本計画からちょっと抜粋してまいりましたけれども、バイオマスとは生物資源の量を表す概念であり、動植物に由来する有機物である資源ですね、これ化石燃料を除くとございますけど、こういったものであるというふうに定義されております。でバイオマスは私たちのライフサイクルの中で生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源であり、国民生活の幅広い場面での活用が可能であるとまたされております。でバイオマスをエネルギーや製品として活用していくことは、農山村の活性化や地球温暖化の防止、それから循環型社会の形成といった我が国の抱える課題の解決に寄与するものであり、その活用を活用の推進を加速するということが強く求められております。でこのように、国内だけでなくですね、世界各国でもこのようなバイオマスの利活用に向けたさまざまな取り組みが進められている状況でございます。でバイオマスには、一つはですね、食品の廃棄物ですね、それから家畜の排泄物等の、バイオマスがございます。で二つ目にはですね、リン酸地残剤、それから農作物の被食部ですね、例えば稲わらとかもみ殻とかこういったものがございますけど、こういったものの未利用バイオマス、それから3つ目が資源作物等があると言われております。でこの中でもですね、農作物の被食部ですね、こういった稲わらとかもみ殻とかこういったものは、見方を変えてまいりますと、高分子化合物であるというふうに、受け取れることができるかと思います。でこの高分子化合物でございますけれども、高分子化合物にはこちら示してございますように、合成、ちょっと切れておりますけど、合成高分子と、天然高分子の2つに大きく分類することができます。でこの、例えば合成高分子、この中でもですね、合成の無機高分子と呼ばれるものと合成の有機高分子にそれぞれ分類されることが、分類されます。で例えば、合成の無機高分子ですと、塩化ホストニトリルゴムとか合成雲母などがございます。で合成の、有機高分子の方になりますと、ポリエチレンやアクリル樹脂、ポリアミドなどが挙げられます。で一方ですね、天然高分子の方も、無機と有機がございまして、天然の無機高分子は石綿とか雲母などがこれに相当いたします。で天然の有機高分子はこちらございますようなセルロース、デンプン、タンパク質、こういったものが挙げられます。でこういったですね、高分子の中でこちらの天然の有機高分子を上手に利活用することによってですね、合成高分子に迫るような新しい材料を作っていくことはできないかというのが、本技術の、ポイントになっております。でそこでですね、なかなかこの天然高分子、天然の有機高分子そのままで、樹脂材料のように使っていくということはかなりいろいろなところで制約がございます。例えば機械的な特性に欠けるですとか、耐久性に欠けるとかいった問題がございます。でこういった有機の素材だけではですね、うまくカバーできないところを無機で補ってあげようという考え方で、私どもはいわゆる有機無機ハイブリッド化技術を利用して新しい材料を作っていこうとしております。でこういったところでまず有機無機ハイブリッド材料について少しご説明する前に、ハイブリッドという言葉を一度辞書で調べてみるとどうなのかということをこちら挙げてみました。でハイブリッドという言葉は、一つは雑種という意味がございます。で2番目にはこちらですね、一種のものの混成物ということで、例えばハイブリッド米ですとかハイブリッドカーといった、使われ方がしております。で私どもが、研究の対象としております有機無機ハイブリッド材料というのは、有機高分子と無機物ですね。で無機物でも多くは無機酸化物を用いておりますけど、こういったものの組み合わせでハイブリッド化を行っております。
このハイブリッド材料の分散のスケールでございますけれども、こちらですね、サイズをちょっと書いてございますけれども、大体このナノオーダーのところのレベルで有機と無機を分散させております。でこのナノオーダーといいますと、大きさとしては DNA やカーボンナノチューブとかフラーレンとか、こういったものが、まあ、対象となるような大きさになりますけど、このレベルで有機と無機をうまく分散させるようにしております。で分散のレベルについてもう少しお話しさせていただきますと、粒子レベルのものをどん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 砕いていきますと、まあ、マイクロレベルになり、さらに砕いていきますとナノレベル、分子レベルになります。でこの有機無機ハイブリッドというのは、このレベルですね、ナノからナノレベルから、もうちょっと小さいところのレベルで分散させております。でなかなかですね、この単純にですね、有機物と無機物をうまく混ぜるといっても、どん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 大きささえ小さくすればうまく混ざるのかというと、必ずしもそうではございません。でここで上手に有機と無機、ある意味では水と油のように相性の悪い、仲の悪いもの同士でございますので、これらを仲良く、うまく分散させるということになりますと、その、分散させるためのいわゆる推進力というものが必要になってまいります。でこの、有機と無機を仲良く共存させるために、どういった手を使うかというところが工夫のしどころになっております。でこのような有機無機ハイブリッド材料ですね、有機あるいは無機単独では得られない物性の期待があるということから大変注目されております。また有機物と無機物のそれぞれのですね、生活物性を単純に合わせ持つ、重ね合わせたようなものではなくて、これらを2つ融合させることによって初めて現れてくるような物性への期待というのがございます。このような有機無機ハイブリッド材料、注目される背景といたしましては、ナノメートルサイズでもですね、精密な分子設計や構造設計ができるようになってきたということが、こういった材料が注目される、背景となっております。また、ナノメートルサイズあるいはそれ以下のキャラクタリゼーションが、AFM 等の機器の登場によって随分可能になってまいりました。でまたナノメートル領域での興味ある特異な現象もたくさん見つかるようになっております。で一番このハイブリッド材料のですね、特徴といたしましては、全く新しい素材を開発するのではなくですね、従来の材料にハイブリッド化、すなわち無機の成分を添加するという非常に簡単な手法でですね、新素材に生まれ変わる、こういうふうなところが期待されることからですね、大変注目されております。でこのハイブリッド材料の調整法でございますけれども、実はですね、非常に多くの場合簡単でございます。でこちらはいくつかハイブリッド材料の調整法知られておりますけど、その中でも最も典型的な方法をちょっとご紹介したいと思います。こちらの青い線で書いてございますのはですね、高分子化合物です。で赤く書いてございますのはアルコキシシランという物質でございまして、これは反応させてまいりますとガラスに変わってくる、いわゆるガラスの原料でございます。でこれらの両者の分子をですね、共存させた状態で、こちらにちょっと小さくて大変恐縮ですけども、ゾルゲル反応という反応を進行させまして、この赤のアルコキシシランを徐々に反応させてネットワーク構造を取らせていきます。いわゆるガラス化でございます。でこの反応を行うことによって有機と無機が共存したような、分子レベルで分散したような材料が得られてまいります。実際にはですね、有機高分子とアルコキシシラン、それからゾルゲル反応を進行させるための触媒を有機溶剤に溶かしてよく攪拌して、それから、入れ物ですね、こういったトレー状の入れ物に反応溶液を移して乾燥させるという非常に簡単な方法で、ハイブリッド材料を調整することができます。でこれとよく似た、技術にポリマーブレンドとかポリマーアロイというものがございます。でこれについてはですね、ポリマー同士を複合化するというやり方でございますので、耐熱性とかですね、こういった点に、着目いたしますと、やはり有機物同士を混ぜるということになりますので、耐熱性にはやはりある種の限界がございます。でコンポジットという言葉も複合材料という意味で、使われるコンポジットですね、
こういったものも、使われており、言葉としては使われておりますけれども、勇気と向きを、複合化するわけですけれども、その混合のレベルですね、これが非常に大きいためにですね、例えば透明とか、透明でかつ均一な材料というのに非常になりにくいと言われております。で、本技術は、単なる混合物、コンポジットのような混合物ではなく、混ざり合いがナノオーダーであるために、ナノオーダーあるいは分子オーダーであるために、有機と無機の性質を合わせ持つ材料になるだけではなく、複合化することによってのみ発現する物性への期待がございます。それから従来のハイブリッド材料は石油由来の合成高分子を用いて合成する例がほとんどでございましたけれども、本技術は天然物、それから天然高分子を用いてハイブリッド材料を合成いたしますので、環境負荷の低減、これが見込まれるということでございます。で、ここからは私どもの研究室でいくつか実験を進めてまいりましたものを一部ご紹介させていただきたいと思います。一つはですね、セルロースとガラスのハイブリッド材料でございます。で、これは出来上がったものがセルロースとガラスということでございまして、この原料になりますものは、セルロースではなくですね、アセチルセルロースを用いております。で、このアセチルセルロースとアルコキシシランを用いて、先ほど申し上げたようなゾルゲル反応を行ってまいりますと、こちらのアルコキシシランはですね、加水分解と縮合反応が進んで徐々にガラスになってまいります。で、こちらのアセチルセルロースはこの OR と書いているところにアセチル基という官能基入ってございますけれども、これがこちらの方も加水分解して徐々にアセチルセルロースからセルロースに変換されてまいります。そうすることによってですね、セルロースとガラスが複合化したこのような透明なフィルム状の材料が得られてまいります。ちょっと見づらいかもしれませんけど、こちらこういう形で、透明なフィルムを得られておりますけれども、向こう側の文字が非常にこうよく認識できるほどの透明性を有しております。で、いろいろな実験合成条件でこの材料を作ることができるわけですけど、こちらにはちょっと一部ですね、その、例を示してございますけれども、酸の量をですねちょっと変えるだけで、こちらの材料透明不透明に なるということが分かってまいりました。で、この透明なこちらのフィルム状のものは、有機の比率が 56%、 無機の比率が 44% で、半分以上が、セルロースという材料でございます。で、こういった半分以上がセルロースになってますので、ガラス 100% のものと比べますと、大変軽量であろうということが、想像されるわけでございます。で、次の、写真でございますけど、こちらのものですね、これ不透明で向こう側の文字が見えない状況になっていると思いますけど、これも、セルロースとガラスの、複合化したものでございます。で、ちょっと実験の条件を変えますと、こんなに不透明になります。で、うまく調整いたしますと、このような形で透明になります。で、このそれぞれをですね、電子顕微鏡で観察いたしますと、不透明なものはこういった形でですね、シリカ成分と思われるものが凝集して、どうやら不透明になっているような、写真が観察されております。それに対しましてですね、透明なものというのはこういった凝集が一切見られずに、本当に何も観察されない状況になっております。で、この透明なフィルムを透過率測定いたしますと、93% の透過率を有しておりました。大変透明な材料であると。で、こちらの、青のものはこれは対象としてですね、アセチルセルロースで作ったフィルムで、透過率を測りましたところ、ハイブリッドよりもちょっと透過率が悪いという結果になっております。こういった、半分が、言い方をちょっとざっくり申し上げますと、半分が紙で半分がガラスといった、ものがですね、比較的簡単な方法で、合成できるというのが、本技術の一つの例でございます。で、もう一つの例でございますけど、こちらの方はですね、廃棄物をうまく活用して有用なものができないかなというところで取り組んだ、研究でございます。で、近年ですね、お茶のペットボトルとかが用いられるようになって、かなり茶殻とかの廃棄物が出るというふうに言われております。で、またお茶を育てるときにですね、かなりの葉っぱを含む形で剪定いたしますので、こういった
枝にくっついているようなお茶の葉がですね、かなり廃棄物として出ると言われております。で、こういったものをうまく利活用できないかなというところで取り組んだ研究でございます。で、こちらの図は先ほども申し上げましたように、高分子を共存させてアルコキシシランをゾルゲル反応させてハイブリッドを作るという、模式図でございます。で、この径にですね、緑茶の抽出物を入れるとどうなのかなということを試した実験でございます。で、実際にですね、この緑茶の抽出物をこのような形で乾燥したお茶の葉からですね、マイクロ波を使ってエタノールで抽出しますと、こういった緑色の抽出液が得られてまいります。で、この溶液を使ってですね、ハイブリッド合成をする径に展開いたしますと、どうなるのかなというところで、緑茶抽出物を使わなかったものと使ったもので、ハイブリッドを合成しました。そうしますと、緑茶抽出物を使わなかった場合は従来と同じように透明な材料が得られてまいります。それに対しまして、緑茶抽出物を添加したものはどういうわけか不透明なものになっております。で、その外観がこちらでございます。透明なものはこちらのように向こう側の文字が見えますけども、こちらの方は向こう側の文字が判読できないような不透明さになっております。で、この、それぞれの材料をですね、電子顕微鏡で観察しましたところ、ちょっと不思議な結果になりまして、どちらもですね、凝集が見られないという結果になりました。で、通常不透明なものは凝集が起こって白く濁ったりするものなんですけど、こういった形で透明なものと外観上全く区別がつかないと。で、初めおかしいなと思いまして、理由が分からなかったんですけど、たまたまですね、断面を観察いたしましたら、透明なものについてはこのような形で、びっちりとですね、詰まったような形になってるんですけども、不透明なものはこういった形で多孔質になっているということが明らかになってまいりました。で、この多孔質ができているということで、どうやら不透明に見えるんだということが分かってきたわけでございます。で、この、多孔質の穴のサイズをですね、調べてみましたところ、だいたい、ミクロンオーダーで3ミクロンから20ミクロン程度の、ちょっと幅ばらつきがあるんですけども、非常に大きなマクロ孔が、存在するということが分かりました。また、窒素吸着法等で、調べてみますと、非常にですね、1.7ナノメートル程度の非常に小さい穴が、存在することには存在するんですけど、その量はもう極めて少ないので、ほぼ無孔質と言ってもいい状況です。で、そういったところからですね、マクロ孔が簡単にこういった緑茶抽出物を添加するだけでできるという、非常に興味深い例が、分かってきたという状況でございます。で、こういったものは、例えばですね、断熱とか絶縁とか、こういった用途で、使うことができないのかなということに加えまして、塗布することが非常に簡単にできますので、こういった、多孔質の層をですね、持つ、塗料という展開もあるのではないかと期待しております。で、次の例でございますけども、こちらはですね、ゼラチンと水ガラスを利用したハイブリッド材料でございます。で、従来のハイブリッド材料、先ほど来申し上げてます通り、アルコキシシランという物質を使って、ガラス化しております。で、このアルコキシシランですね、非常に高価でございます。試薬レベルではだいたい500グラムぐらいで1万5千円いかないかなぐらいのところで、はございますけど、比較的高価な、物質でございます。で、そのような、高価な物質であるということから、用いられる分野としては、やはり半導体とかですね、比較的付加価値の高いものでないと、やっぱり使うということは難しい側面ございます。で、そこでですね、そのガラスの源として使う物質、これをですね、水ガラスにしたらどうだろうというところで、私どもはこの、水ガラスを
うまく使うことによって低コストでハイブリッド材料が合成できないかなということを今検討しております。でしかしながらですね、この、水ガラスを使う方法というのは、ゾルゲル反応をしてガラスができるのと、ガラスができるのに加えてナトリウム塩が複製してまいります。でこの塩が析出するために、透明均一なハイブリッド材料を作るということが非常に困難になっております。で私どもはこの水ガラスを、ゼラチンと一緒に作るときにですね、触媒をこういろいろと工夫しまして、酸ないしは塩基を使って、作っていったわけですけれども、条件をですね、上手に検討することによって透明な材料を得るということに成功いたしました。で実際ですね、透明になったものにつきましてはこのような形で電子顕微鏡では特に凝集がございません。しかしながら不透明になったものについてはやはりシリカとかですね、塩類と思われるものが凝集しているような像が観察されます。でこちらの3つは、アルカリ塩基性の条件で調整したものです。透明になったものについてはこのような形でと何も析出とか凝集とかは見られませんけども、こちらのように不透明なものについては凝集等が、見られます。でこの得られましたですね、ゼラチンと水ガラスのハイブリッド材料の特徴は何かないかなということで、熱分析を行ってまいりました。でこの熱分析は、10% 重量減少温度というところで、元の重量から 10% 重量が軽くなるというところの温度の違いでどれだけ耐熱性が向上したのか低下したのかということを評価したわけでございます。でこちらの左側のグラフ、見ていただきますと、この黒い線は原料のゼラチンでございます。で、色がついている赤とか黄色とか緑の色がついてございますものはハイブリッド化した試料でございます。で 10% 重量減少温度、大体 90% になったところの温度でございますので、ちょっとこの辺混み合っておりますので、こちら下の方が拡大したものでございますけれども、黒の線が、269.7 度ですねであったものがハイブリッド化いたしますと、だんだんとこの温度が高温側の方にずれてきております。でしかもガラスの組成が増えてくると、だんだんと耐熱性は上がってくる傾向が見られます。でこちらの方はアルカリ性の条件で調整したものです。でこちらの方は黒の線がやはり原料のゼラチンでございますけれども、こちらの結果ではですね、ハイブリッド化いたしますと、残念なことに耐熱性はむしろ損なわれてしまうという結果が得られております。でこの、こういうふうな結果が得られたわけですけど、なぜそのような形、そういうふうになったのかということについては、まだ原因がまだ明確にはなっておりませんけども、少なくとも現状で分かっているのは、酸性条件で調整したハイブリッド材料というのは耐熱性が向上するということが明らかになっております。で以上が、本日ですね、ご紹介、させていただいた私どもの最近の研究、成果でございますけれども、こういった研究を、進めてまいります上で、企業の皆様に、期待したい点をちょっとまとめてまいりました。で私どもの研究室で得られた結果ですね、バイオマスを利用したこういったハイブリッド材料に関しましては、正直申し上げてまだ法画的な段階にあると考えております。従いまして、そういった部分を、ご承知いただきました上で、一緒にですね、共同研究に取り組んでいただけるような企業様を、希望しております。でまたですね、化石燃料由来の、原料からバイオマスを利用した材料で転換を検討しておられる企業の皆様とも、一緒に、研究を進めることができましたら、こういった本技術の導入が可能になるのではないかと考えております。で、こちらの研究に関しましての、問い合わせ先といたしましては、こちらに示してございますように、担当者の、連絡先が書いてございますので、ご興味ある方々はこちらの方ご連絡いただければ幸いでございます。ちょっと早いですけど、私の方から以上でございます。